どうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日はですね、新パックで出たサフィラ、こいつですね、龍騎神サフィラを使ったデッキをご紹介させていただきたいなと思います。で、まあ実行率とかそういう、なんだろう、デッキの回し方とか詳しいところはね、ライブ配信させていただいて1時間ぐらいの動画なんですけれども、一つ前の動画にあるので、まあ、私のチャンネルのホームからね飛んで、動画リスト飛んでいただければ見ることもできるかなと思います。で、この動画ではね、デッキ紹介とあとリプレイ動画を、まあ、5本ぐらいを早送りっていうか、まあちょっと早いペースで、スパスパスパーってね見てもらおうかなと思ってます。で、このサフィラなんですけれども、効果が強くて、召喚したターンのエンドフェーズ、もしくは召喚したターンじゃなくても、モンスターゾーンにいてね、で、手札デッキから自分もしくは相手でもいいんですけど、光属性モンスターが手札かもしくはデッキから墓地にね送られたターンのエンドフェーズ、このどちらかに効果を発動できます。で、3つあって、1つはデッキから2ドロー、その後に手札を1枚捨てるっていうのが効果1で、効果2は相手の手札をランダムに1枚捨てる。で、最後に自分の墓地の光属性モンスターを1体を手札に加えるっていう、この3つからね効果選べるようになっております。で、この発動条件がすごく良くて、例えば相手がダキニとか使う機械天使だった場合、相手がね機械天使の儀式発動して光属性の、まあ、千獣とか伊達天とか何でもいいんですけど、そいつらを手札から墓地に送った場合もこの効果、エンドフェーズ時に発動することができるようになっております。だ、ここが結構 VS 機械天使ではいいところかなと。で、単純にステータスも高いんですけど、星6なんで、やっぱりねこの機械天使伊達天とか、弁天とかこの辺りとシナジーが合うので、機械天使も軸の中にちょっとサフィラを2枚ぐらいぶっ込んだみたいなデッキになってます。それで、まあ、機械天使以外のねサフィラが増えたことによって、一つだけ注意点出てきたんですよ。それは儀式モンスターの数が多いんで、儀式魔法の種類も、3つになっちゃったんですよね。だから自己率が増えるから、スキルはリストアップ安定かなと思います。で、儀式魔法は、まあ、機械天使の儀式は普通にね、機械天使モンスターを召喚できるプラス、光属性モンスターが戦闘や効果で破壊された時の破壊耐性があるっていうカードですね。で、それがまあ強くて制限されたんですけど、まあ、まさかのこの祝祷の成果が出てきて、こいつもね、儀式モンスターが戦闘もしくは効果で破壊されるときに墓地のこのカードを除外して破壊耐性ができちゃったっていうね何のためのリミットレギュレーションだっていう、まあそういうカードなんですよ。で、これがただサフィラにしか使えないんで、もう1枚精霊の祝福、これは光属性モンスターだったら何でもいいんですよ。で、ただ星の数が合わせないといけないんで、星6のモンスターだったら星6のモンスターもしくは星2と4みたいな感じの生贄にしないといけないっていう制限があるんですけれども、まあどんなね光属性モンスターでも、召喚できるんで、これを1枚ピン刺しみたいな感じにしてます。だからサフィラデッキの強いところっていうのは、まあ、そもそもサフィラの効果が強いっていうのと、破壊耐性が機械天使よりもある、そういったところがかなり優位性があるかなというふうに思います。で、最後にサポートカードがもうエネコン2枚 と、相手をね決めにかかる時の風魔の1枚なんですけど、これ以上増やしていたんですけどちょっと自己率が結局上がったんで、まあ、そもそも防御は、こういったね儀式魔法で防御しつつ、こいつの効果自体が強いんで、もう単純にガン回しねした方が強いかなっていうことで、サポートカードは最小限に収めてます。じゃあまあ立ち回りとかね、見ていただきたいなと思いますんで、リプレイ動画見ていただきたいなと思います。それではご覧くださいませ、どうぞ。
はい、それではいかがだったでしょうか。まあ、今回ねキング隊でまあ参考記録なんですけれども、10連勝以上できたので、まあ、デッキバランス的にはそこまで事故も多くなくいい感じかなっていうふうに思います。で、まあ、まだ自分自身 YouTube の配信をねどういう感じでするかあまり決まってないんですけれども、基本デッキ紹介はこんな感じでスパンとねまとめちゃって、ライブ配信でゆるーく実況していくようなチャンネルにしようかなと思ってます。で、まあそんな感じでやっていきたいなと思ってますんで、応援の意味も込めてねチャンネル登録と高評価してくれると嬉しいです。それでは今回の動画は以上になります。ご覧いただきましてありがとうございました。